皆さんどうもこんにちは。時短大学の吉田成正です。本日ご紹介する本は出ました。苫淵教授の心の操縦術です。この本はこんなあなたにおすすめです。リーダーシップがないと嘆いている人。低い視点からしか物事が見えない人。過去に囚われすぎている人。本書では著者の苫淵先生が過去に囚われず、未来から現在の時間を有意義に使い、真実のリーダーになるために必要なポイントを語っています。それでは早速行ってみましょう。真実のリーダーとは何か？この本で言うリーダーとは、人の上に立ち、自主的に仕事を動かし、新しい日本を作っていく人と思ってください。日本代表の司令塔であった中田英寿選手のような人をイメージしてください。彼が他の選手と違うのは、フィールド全体を高い視点から俯瞰しているかのような動きをするという点です。三次元的に非常に高い視点を持っているのです。それに加えて、時間的にも広い視点を持っています。つまり、空間的にも時間的にも見えている範囲が非常に広いということです。これはスポーツに限らず、優秀なリーダーならば備えている能力です。そして、ビジネスにおけるリーダーは、優秀なスポーツ選手よりも見ている範囲が広くなければならないのです。サッカーのフィールドにもルールという抽象的なものがありますが、企業活動はそれと比べ物にならないくらい抽象的なものです。優秀なリーダーかどうかは、情報空間をいかに高い視点から俯瞰できるかにかかっているのです。見ているのに見えないもの。そもそも視点を上げることは、人間が生まれながらにして持っている能力です。この能力をゲシュタルト能力と呼びます。ゲシュタルト、皆さんは聞いたことがありますでしょうか？まずこちらの図1を見てください。ただ白い点が並んでいるだけのように見えるでしょう。では次に図2を見てください。この図は道とその両側に並んだ街灯の絵です。さて、ここでまた先ほどの図1を見てください。最初に見た時と違って見えませんか？ただ点が並んでいるだけではなく、手前から奥へと続く道の両側に並ぶ街灯である。そう見えるのではないでしょうか？それはゲシュタルトができたからです。ゲシュタルトができると、それまで意味をなさなかった部分が全体の中で意味を持って現れてきます。このように全体と部分が双方向的に関係していることがゲシュタルトです。過去は現在や未来でどんどん変わる。もちろんこの動画を見ているあなたが今現在行っているこの動画を見るという行為は、この動画を見終わって真実のリーダーとしての人生を歩んだ後、この動画を見直すときには過去の記憶になっています。当たり前のことです。その時には今あなたが現在として感じているこの動画を見ている体験そのものの存在意義は、現在とはだいぶ違ったものになっているはずです。つまりその時には過去の今が違うものに変わっているということです。このように過去は現在と未来の体験によって変わるということです。それはあなたがどんどん経験を積むことにより、それに合わせて過去の出来事の意味合いがどんどん変わっていくということと理解してもいいでしょう。さあ、いかがだったでしょうか？この動画を見たことによってあなたが変わり、そして将来あなたが真実のリーダーとなれば、その時にはこの動画を見つけた時の記憶はあなたにとってきっと特別な意味を持つことでしょう。このチャンネルでは今回のような本のまとめ動画を上げています。ためになった、面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますね。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。